水沢競馬場最終第12競争、今日のメインレースは重賞です。水沢信用金庫杯第11回ビーナススプリント M3 ダート 1400m 牝馬12頭、アビレ、ケープライト、オンザブロッサム、アサンテギア、ミニアチュール、ハーイ、当選キャロル、ジュランビル、グッドフォーチュン、ルチルクォーツ、ラッピングカラーズ、パトリ。晴れ、量のコンディション、体勢整います。スタートしました。今日メインレース第11回ビーナススプリント M3 です。当選キャロルで伺います。その外目からジュランビルが行きました。さらに9番グッドフォーチュンです。内に2番のケープライト、3番オンザブロッサム、11番のラッピングカラーズ、そして10番ルチルクォーツです。中段位置に1番のアビレ、1コーナーに入ります。その外目を追走して6番のハイですが、ミニアチュールは後ろから2頭目のポジションです。2コーナー入ります。先頭は7番当選キャロル、外並んで8番ジュランビル、2馬身後ろ9番のグッドフォーチュン、3番手さらに外目から11番ラッピングカラーズ800を通過、内は2番のケープライトです。中段外目には10番のルチルクオーツ、さらに3番オンザブロッサム、1番アビレ、外にハイ、3馬身差で4番アサンテギア、その外に5番のミニアチュール、最後方12番パトリで600を通過、第3コーナー手前にかかります。前の争いですが、今度は外目からジュランビル先頭に変わるか、内7番当選キャロルです。体半分差で9番グッドフォーチン、残り400通過、2馬身後ろ内を進んで2番ケープライトです。その外目からは10番のルチルクオーツ、4コーナー入ります。7番の当選キャロル、外は8番ジュランビル、2頭並んで直線コースへ、あとは横に広がって200を通過、外から9番のグッドフォーチュンです。前の争いは7番当選キャロル、8番ジュランビル、2頭の争いとなっている。外から追い込んで5番ミニアチュール、外からミニアチュール、さあ外からミニアチュールだ、ミニアチュールだ、捉えるか、捉えたか、ゴリミニアチュール外にいますがどうか。8番ジュランビルが内にいて、7番当選キャロル、5番のミニアチュール、今日は追い込んで、さあゴール前届いたか。最終レース第12レース第11回ビーナススプリント M3 水沢信用金庫杯ダート 1400m 12頭牝馬12頭です。ゴール前接戦、外5番のミニアチュール、今日追い込んで捉えています。ミニアチュール捉えました。今日は追い込んでの差し切り勝ち。2番手に8番のジュランビル、そして7番の当選キャロルでした。12レース5番のミニアチュール、ラブリーデイの参観場、佐々木シオン、佐藤雄二厩舎の管理馬、これで4連勝です。勝ちました5番のミニアチュール、2番手8番ジュランビル、3番手には7番当選キャロル、勝ったミニアチュール、ブリーダースタリオン慶応のラブリーデイの3区、日高町下神戸牧場の生産馬です。ミニアチュール、下神戸牧場の生産馬、これで4連勝15勝目。2番手8番ジュランビル、3番手7番当選キャロル、以下10番のルチルクォーツ、4番アサンテギアでした。12レース確定までお待ちください。